エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま、奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。まとめて相手して。救援要請か。ではできねえ。削って消耗させるぞ。ヤツを殺すことは諦めるんですか。ヤツは仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うためヤツを引けぞ。巨人が現れたのか。巨人を呼びやがったな。俺は先に奴を倒す。ミカさん、お前は目が覚めて足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。なんでこうなるの。私このまま死ぬんじゃ。
体中かっさばいてやる。助かる。出てるってのに巨人に囲まれて動けん。やばだ。おとなしくしてよ。行く。やばだ。おとなしくしてよ。体勢を立て直せ。周囲の巨人の討伐を頼みたい。はっ、全力で逃げます。邪魔だ。俺の勝ちだ。助かった。人道が邪魔を残り殺しておきだったか。どうしてやる。巨人を呼んだが、奴がまた走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。どうして、化け物。奴の回復が追いついていた。あと少しだ。手間するな。何が起こってやがる。くそ、ヘラするなよ。俺はどうしたら。おとなしくして。了解。無事なら手伝え。周囲の巨人を倒すんだ。縁談。助かった。苦戦してやがるのか。エレンを助ける。絶対に。まとめて相手して。
となしくしてろ。手出すなよ。おとなしくしてろ。了解。おとなしくしてろ。エレンを返してもらうぞ。おとなしくしてろ。失った。一体何が起こったの？おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。手を貸せ。周りの巨人の排除を頼む。リヴァイ兵、了解しました。お前ら腹をくくれ。もう一歩も進ませない。お前も殺し、エレンを助ける。おとなしくしてを落とす。おとなしくしよう。らしいな。そろそろ森を出ちまう。その前に蹴りをつけねえと。おとなしくしよう。やる。
エレン！エレン！多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろ。エレン。女型。逃した。なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき、壁につくから。早朝から出てったと思ったら、もう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。おわ、かっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は、調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時に、エレンの引き渡しが決まった。
やれやれ。今のうちに休んでおこう。焦れば命を。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、
どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。このままじゃエレンは殺される。ウォール・シーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？あ、なんで。マルコに捕まえ、2体の巨殺されて調べらき、マル一緒に整備した僕に傷やへこみで分かった。あたいの巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。でも、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。でも私がかけたのはここからだから。進化される前に奴を捕まえる先生は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや、人類の敗北だ。
っぱり女型の巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりだった。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろう。買わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。だが戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。
してやる。頼むぞ。分かったのかよ。頼むぞ。分かった。
頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ない。世界は残酷なんだから。ほじくり返してみる。
ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。